ミュージカルカフェようこそ。このチャンネルではミュージカルの作品を紹介したり、ミュージカルに必要なトレーニング方法を発信しています。はい、発信していますのは、はい、ニューヨーク公演を成功させたオズメイトの、はい、代表でもある演出家でもある私、辻井直子と役者の松本博です。どうぞチャンネル登録お願いします。さてさて、はいはい、ミュージカルには歌と踊りとお芝居、が3つありますね、ミュージカル論ですね、うん、はい、であるんですけど、うん、ね、ミュージカルさ今から始めたいなっていう人がね、このじゃあ、うん、歌やればいいかな、ダンスやればいいかな、うん、なんか、ね、演技やればいいかな、うん、まあ歌とは歌のね先生習いに行ったりね、うん、ダンスはまあね、うん、ダンスのレッスンにね、うん、行って、いやこれってどうやってミュージカルにつながんの、うん、みたいな、だいたいね、あのミュージカルやってみたいなっていうので聞くのが、今日私歌が好きやからあのミュージカルやりたいんですよねっていう方結構多くないですか。そうです ね、 だいたいダンスやりたいから私ミュージカルやりたいねってあんまり聞かなくて、でもやっぱりミュージカルの一番こうよく私も東京でねやってる時はあの絶対歌えないと役付きになられへんから、うん、踊れても私どっちかっていうと結構踊りダンス系の人やったからもともとが、だからダンスできてもやっぱりアンサンブルにはなるし、うん、で私なんかなおは背が低いからなんか ダンスではちょっと、ま、難しいから誰の前 で、 そうそう、でも全体的に私東京の時になんか言われたけど歌と踊りと芝居と、うん、なんか全部できなおは全部できるからなんか器用貧乏になっちゃうんだよねって言われて、器用貧乏っていうのもよく聞く、どういうこと、うんうんうん、みたいな、いやミュージカルって歌と踊りと芝居やんみたいな、器用貧乏聞きますよ ね、 っていうのもありましたね。だからなんか、いや歌と踊りと芝居は私の中では全部一個ですよね、うん、あの表現するっていうことに関しては、うん、全てはもうなんか融合されてるので、うん、だからでもほんまに今からミュージカルやりたいなって思う人が、うん、なんかどっから入ったらいいんやろみたいな、うん、で私もなんか始めた時はそのミュージカルの大阪で、うん、そのミュージカルを教えてくれるところに行ったんですけど、で歌の先生はおるし、うん、でダンスの先生がおって、うん、で演技の先生もまあいたけど、それがなんか枠があって、このレッスンこのレッスンこのレッスン、バラバラですよね、バラバラで、うん、じゃあそれはミュージカルとしてどうつながってるのかを誰も教えてくれないし、だから、うん、じゃあこれどういうことみたいな、うん、で作品になったらそういうなんていうの、方向性、練習する方向性ってあんまり示してもらわれへんかったから、なんか私たちやってる人間にこう丸投げされるとなんかこう向上できへんし、うん、また私もその頃何にも知らんかったからどうしていいか分かんないみたいな感じね、うん、そんな方はすごい多いと思うんですけど、うん、いや本来はじゃあ歌と踊りと芝居とこう3つがあるミュージカルに関して、うん、どうやって稽古すればいいと思いますか。 どういう風なものをレッスンしたらミュージカルのね向上につながって、ミュージカルとしてってことですか。ミュージカルとしてね、オズメイトの場合はそのなんていうんですかね、基本歌の人とかダンスの人とかもちろんなくないし、やっぱり、ね、全部全部ですからね、もちろんそうやし、うんうん、なんか歌だけ練習、どうですか歌だけ練習っていうよりかはその役として演じる上での、いや発声とか基本的なダンスの動きとかね、あるんですけど、でもねそれにしたって、それミュージカルをやる人やったら、うん、本当にもうダンスだけやっていく人と、うん、やっぱりあの声を発し、その歌いながら踊って声を発する人と、うん、なんか練習する基礎は一緒なんですけど、うん、でもそこからこうねダンスだけを追求していく人で、やっぱり歌いながら踊る人とのこのね、うん、あるじゃないですか。でじゃあそういうのをこう教えてくれるとこないなみたいになるじゃないですか、うん、でも基本的には前この間やりましたけど、大人になってからミュージカルできるのみたいな、うんね、大人になってから全然できるんですよ。でそれはなんで大人になってから、じゃあダンス、ね、ちっちゃい時からバレエやってる人は絶対語れへんしとか、うんうん、なんかね、そういうふうに思うかもしれないけど、絶対バレエを小さい時からやってたらあかんみたいな、なんかね、イメージがミュージカルはバレエをやってないとあかんみたいな、いや今やね、今ほらあのハミルトンってね、ブロードウェイのねミュージカルなんかもうほとんどヒップホップですから、
どっちかって言ったらやっぱりブロードウェイのミュージカルもあのすごくヒップホップ要素がやっぱり強くな、うん、ストリートダンス系がやっぱり強い、それそれの感じにね、あのすごいなってきてる、うん、もちろ ん, なんかバレエってねダンスの基礎やから、うん、なんかもちろんそういう基礎トレーニング的なのでは必要なんかなって絶対いります。だからオズメイトも絶対あの基礎練はバレエからやるし、絶対にバレエの基礎というのは必要なんで、うん、それをやってたらも絶対 OK なんですけど、でもそのミュージカルとしての練習実践でなった時にそうそうなんかそれずっとバレエ無理なわけじゃないし、そうそう、じゃあもうズバリねこれはあの、うん、絶対にこう演技なんですよ、うん、で演技がちゃんとあって役を演じるわけですから、うん、その役がおってでその人が歌ってその人が踊るわけなんで、よくねなんかあのほらあのオズメイトの稽古の時でも、うん、いくら踊れてもなんかその役で踊るねんからおばあちゃんで踊るんやったらおばあちゃんで踊るねんやからあんたの上手いの見せてもしゃあないねんって、そうそう あなたが踊れてもあなたは今おばあちゃんを演技してるわけだから、うん、おばあちゃんとして踊る、そのおばあちゃんの性格として踊らなきゃいけない、うん、歌も同じですね。そうそう、もちろんそうですね。だからそれは私 もう東京の稲劇団の時からそれはもう最初に言われましたから、うん、なんかそうやと思って、あの研修所公演の時は、うん、アンサンブルでなんかあえて端の方でね踊る、まだ新米で、うん、端の方で踊るのをこうあえてこう通行人の一人のダンスで おじいちゃんでます、うん、なんでおばあちゃんちゃうなんでおばあちゃんじゃないかったんか私自分でも分かんないですけど、なんかおじいちゃんにしようと思って杖持って踊り切った、うん、それをすごい気に入っていただけたので、うん、やっぱりあそういうのがでいいんやなみたいなね、すごい思い出しますけどね、結構勇気いりますけどね、なんかそれ、まあ、でもそういうのをちゃんと認めてくれるところに私はいたのがすごくありがたかったし、やっぱりそれが基本になってるんですけど、はい、いやもうほんまにそういうブロードウェイやったらそういうものなんで、だからね、あのプロデューサーズっていう映画の中でね、うん、こうね おばあちゃんたちがこうね、うん、なんかね歩行器みたいなね持って踊るやつとかね、めちゃめちゃでもおばあちゃんやけどめっちゃうまいけど、めっちゃおばあちゃんの面白さがちゃんとね、おばあちゃんちゃいますもんね、あれでもめっちゃ面白いですよね、なんかそういうなんかミュージカルの醍醐味かなみたいなね。だからやっぱり基本はまず演じるってことが絶対すべてで、だから大人になって子供の時ってやっぱり演技するって言ったって人間の幅が少ないから、やっぱりね、人間人生長い間にこう今もね生きていくの大変やから、もうみんな大変なこうあんな思いしたりこんな思いしたり、すごいこうねそれがこう自分の心の中のこう蓄積として、なんか人間っていうのはこういうもんやとか、人とのつながりはこういうもんやとか、やっぱり一年一年こうね人生をこう歩んでいるこう積み重ね、いやそれがやっぱり若い子は少ないわけで、でやっぱりある程度こう年齢いくとそれがすごい積み重なっていって、こうなんかこう極めていくじゃないですか、悟りを開いていくし、だからそうなったら演技にも絶対奥行きが出てくるから、あのその人がじゃあミュージカルやりましょうかってなったら、あのまあ、その例えば本当にバレエの基礎やったり、そのね、歌の基礎やったりとか、そうそう、スキントレやったり、いやそれはでも誰でもできることやから、やっぱりそれは別にできることやけど、人生 その積み重ねっていうのはその人しかやっぱり積み重ねてこれてないわけやし、そんな今日明日とか1年2年の話じゃない、人生長い間に積み重ねてきたものがあるから、それがなんか自分の絶対強みやと思って、なんかそれを武器に私はミュージカルを始めればいいんやなって思ってもらえるのがなんか一番いいんじゃないかなと思うんですよね。だからほんでそういう人のその演技を見るからこそ、お客さんはやっぱり感じる得るものが絶対大きいわけね。やっぱりなんかよく私も言いますけど、舞台の上から偉そうにねものを言うってことは、その人間あなたが奥深くないと、何を舞台の上からなんかねこうすごいね道理的な何ことを言ったところでこう全然信憑性がないわけですからね。だからやっぱりこうね、だからそういう意味でこうある程度こう年齢を重ねていったり、今自分自身がいろんなことを悩んでる人とかは、悩みが多ければ多いほうしたらその人役者として成功していくので、なんかこうね、なんか新聞読むのも大切やし、そう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 、テレビのニュース見るのも大事やし、そうそうそう、自然環境について考えるのも大事やし、そうそうみたいなね。だから殺人事件が起きてなんか、
なんかこの人めっちゃ悪い人やなって思うけど、でもこの人はなんでこんな悪い人になっていったんやろうっていう考えて想像力ですね、想像してでそういうことについて調べて人間の心の裏側にあるものをこう追求しようとする、なんかそういうことをする人はやっぱり演技をした時に奥行きが出てくるから、だから単にミュージカルの練習ってなんか歌って踊ってみたい な, なんかそれだけを毎日積み重ねてたところでその演技をするっていう、だから本当に舞台に出て自分が一つの役を演じることで一個一個階段を上がっていけるから、それがトレーニングなんですよね。だからやっぱりこうどんな役でもいいから、まずもう通行人でもいいから、とにかくその舞台に自分が出てそこで何を表現するんですかってなった時に、じゃああなたの中から何出てきますかみたいなものがこう初めてで、何出せますかってなった時に自分の心と向き合って考え始めるから、やっぱそれが一番重要なので、なんかそのダンスとか歌とかのトレーニングはもちろん基礎的にやらなければいけないんですけど、でもそれを基礎を持てたってその出す、違うもの、このハートのあこのね、うん、丸を、ね、そう、自分の回れてます、仕上がってます、そうなんですよ ね, ね、ここの心の中が豊かじゃないと、あとはやっぱそのねアスティアとか本当にね、なんであんなに素晴らしいね、なんかやっぱりパフォーマンスができるのってなったら、いやそれは音楽をめちゃくちゃ豊かにこう感性として捉えてるから、素晴らしいわけで、ね、そういうじゃあ音楽を聴いたり本当にすごい人のいいものを聴いたり、逆に自分が音楽についてこれがいいとかこれが悪いとか、ダンスについてもなんかこれがいいとかこれが悪いとか自分の意見を持てるようにならないことには、あの人がこうやってあの人すごいねって言ってるからすごいんやみたいなではいけないから、あすごいんやと思って、でもなんでその人はすごいって言ってるのかな、あ私もそうやなすごいって思うわって思うのか、いや私は違う視点から見てもっとこっちの人がすごいと思うわっていうのはこう考えが出てきたら、それすべてその自分の演技としてこう役者としてこう、ね、成長していくところにあるので、ね、そういうことのトレーニングながら本を読んだり音楽を聴いたりニュースを見て考えたり、いろんな自分のもちろん人生毎日生きていくことの大変さをこう、ね、私 の, その東京でフォーリーズっていう劇団におった時、ただの仁さんという演出家がね、やっぱりなんかそういうこう役者だけやってる人よりも、やっぱり一般の社会に生きてる人の方がなんかいいっていうようなことをね、言ってはったことがあって、なんかなんでやろうって、なんかそのだって私ミュージカルやったからもう没頭したいのに、なんでやろうって思その頃は思ってましたけど、本当に今私は作る側になると、ほんまに一般社会で生きてて、で一般の中でいろんなこう考えないと、なんか舞台だけって稽古行って帰って稽古行って帰ってするのと、やっぱり普段の何かこう生活仕事をしていて、何とか考えることがいっぱい日常見せる相手はね、そうそう一般の人だからね、だからそうそう それでこういろんなことをねこう考えたりとか、はい、こうねできるようになる方が、それも全部ね、ミュージカルには役立っていくことなので、はい、ね、はい、ですから皆さんも、はい、あのね、もうすぐ3回コース始まるんですけどぜひあの、はい、大人の方でもだいぶもう埋まってきてますのでね、そうですね、はい、埋まってきてますね、はい、だから皆さんぜひなんかそういうちょっと傾向の感じをね、はい、こう3回コースでやってみたいなと思っているので、はい、ぜひお申し込みをお待ちしてます。宣伝やってるやん。いやいや、宣伝じゃなくて、ほんまに、なんかちょっとこれを見てくれた人が、うん、なんかやっぱり、ああ、そうかって思って、勇気を持って、こう、まだできんちゃうかと思ってね、うん、足を踏み入れてもらったらね、なんかもちろん、うちは関西ですけど、うん、まあ、いろんなところでね、そういうのをね、やる人がいて、こうミュージカルがそういうカテゴリーにもとなっていったらいいな、みたいな、こう、うん、表面的じゃなくて、もっとこうね、芸術性豊かなものにこうなっていったらいいなって思ってます。はい、ではそれではまたこのミュージカルについてどんどん熱く語っていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それではまたミュージカルカフェにお越しください。